気圧経度力と重力が格好風を起こし、ポリニアを生じる。ポリニアとは氷に囲まれた海水面あるいは白氷域のことである。ロシア語の殻の借用語で自然の氷結を意味し、19世紀に極地の探検家が海の航行可能な部分を表現するために採用した。ポリニアは沿岸ポリニア、外洋ポリニアの2種類に大別される。沿岸ポリニアは 南極や北極の海岸付近で一年中見られ、格好風のような局所的な沖風によって海氷が次々と沖へ運ばれることで生成されると考えられている。外洋ポリニアは氷棒の中で形成され、深く暖かい水の上昇流によって引き起こされると考えられている。南極のウェッテル海で百七十三年九月に初めて発見されたウェドルポリニアが 代表的な例である。カナダとグリーンランドの間にあるノースウォーターポリニアのように、ポリニアの中には毎年同じ時期に同じ場所で季節的に発生するものがある。この規則性に生活戦略を適用させた動物がポリニアに生息する。冬には南に移住しない生打ちのような怪獣類、一角及び白イルカなどが生息する。また、 白イルカの群れなどが氷に閉じ込められた場合でも、イルカが定期的に呼吸するために作る流れの影響でポリニアが形成される場合がある。また、それらの動物を餌として狙うホッキョクグマなどもポリニアに集まる。ホッキョクグマはポリニアの解放水域を 65km も泳ぐことができることが知られている。ありがとうございます。